わあ、就活のことを忘れるほどの都会の絶景ね。メタンの気持ちもわかるけど、気を抜いてしまわないように。今日もローソンさんの当たり目をガソリンに、ウプ主が資料を用意してくれていて、マズローの安全欲求、生理的欲求をもう一段深めてくれていて、これを就活場面に当てはめて考えていくと、面接に向けて書類、服装の準備に加えて、いつ就職できても大丈夫なように基本的生活習慣も維持する必要があるのだ。わあ、いろいろ同時進行で実はかなり大変ね。そうだね。そこでなぜ就活が大変なのかについて、当チャンネル風にウプ主が少しだけ例示してくれていて、不確定な遠近療法の未来について精度を上げて考えている点と、その活動を下支えする日々の生理的欲求、安全の欲求もあるからなのだ。だから悩み込んでしまったり、急いでしまうと見落として破綻のリスクを抱え込むのね。さすがメタン、そこが超絶重要ポイントなのだ。人生的なテーマだからこそ、慎重に検討をしつつ着実に前進したいところなのだ。私も焦らず慎重に将来を考えていこうと。ふい。この後はウプ主の余談と大迫力のローソンさんのスイーツにしばしお付き合いくださいませ。今日の動画の後半にごく一部として就活が大変な理由を紹介しました。この部分に関しても関連動画として掲載予定ですが、相当なボリュームになりそうです。ここを深めていくと、就活を始めていくと精神的なバランスを崩しがちという方に遭遇することが多かった理由もひょっとしたら見えてくるのかも。そんな期待をしながら動画を作成しつつ、マイペースに研究を重ねています。ここは失敗が多いと言っている私が数多くのミスジャッジを重ねてしまった一丁目一番地だからというのと、この辺りの論点が整理できた場合、自分の気持ちを安定的に表現しつつ就活を進めていけるような、そんな気がしていまして、その地平線に立てば就労支援がユーザーにどう関わっていくのか、どう向き合っていくと良いのか、この辺りの新しい世界観がきっと開けてくると思います。可能性を感じつつ一歩ずつ進めていますので、しばしお時間くださいませ。実はこの研究を始めてから皆さんとお仕事の良い出会いを記念しつつ、木村カエラさんのバタフライをヘビロテしつつ、昨日より今日、今日より明日へ、失敗の連続の過去を思い出して手が止まらないように工夫しています。もしよかったら5000円よろしくお願いいたします。ふい。激しい時期なので、どうぞお体ご自愛くださいませ。ふい。